立石土工墓の模式図立石土工墓は、地面に墓穴を掘って、死者を直接埋葬する土工墓のうち、一基、または、複数元の墓前に長い板状の石を立てたもの。弥生時代中期後半から古墳時代初頭頃に、九州鹿児島県の薩摩半島南端地域で造営された地域母星として知られ、イブスキ山川成川の成川遺跡のものが、著名である。 地面に楕円形の土壕を掘り、死者を埋葬した後、墓の傍らに長板状の石を突き立てる。一機の墓に伴うものと、複数の墓が密集した中に一枚の石が立てられたものもある。個人、または集団簿の墓標の役割を持つと考えられている。遺体を埋葬した土壕内の副葬品は、ほとんどなく、埋め戻した後、地表面に土器などを置く例がある。 他に、成川遺跡では、鉄剣や鉄属などの鉄製武器類が多量に出土し、打工剣や極人剣、異形鉄器なども出土しているが、いずれも一つの土工の副葬品としてではなく、土工の上部や周囲から散在的に出土しており、一般的な鉄器副葬の様相とは異なっていると、される。したがって、被装者個人に対する副葬品ではなく、 集団墓に対すると模根異物であると考えられる。イブスキ成川遺跡以外に、同市南釣りが、浜遺跡で14期、枕崎市、松野遺跡で6期発見されており、薩摩半島の南端部に集中分布する。立石という構造物自体は何をルーツにするのか、明らかではないが、縦石戸工母という母性が単独で存在することは、 なく、多くの土工房や土器官房と共存することから、当地での伝統的な地域母性である土工房の一種と考えられる。1957年、山川安埋め立てのための土砂採掘により、いぶすき市山川成川の第一斜面を切り土したところ、多数の人骨が出土し、発掘調査により遺跡の存在が明らかになった。翌1958年と、 1980から81年にも発掘調査が行われ、弥生土器、成川式土器、異様鉄器などを持つ弥生時代中期から古墳時代にかけての143機の土工墓群が発見され、390体分の人骨が出土した。これらの中に、長大な遺体史を建てられた立石土工墓が11機存在した。立石土工墓は、他地域で家群を見ない構造や、 薩摩半島南端に集中する分布状況、同母性分布域では、高塚古墳の分布が極めて希薄であることから、文献上で古代律令国家から、辺境の上部族とみなされた、早との墓ではないかとする見解が現れた。鹿児島県や宮崎県、熊本県南部の、いわゆる南九州地方には、立石土工母以外にも、地下式横穴墓や、遺体質味石棺墓。 土工母、土器官母などの高塚古墳以外の地下式母性が、弥生時代古墳時代の時期に分布しており、高塚古墳が少ないこともあって、古墳時代日本列島内での得意な地域として認識されたのである。1960から80年代にかけ、全国の古墳時代像が総括的に論じられるようになる中で、縦石土工母は、危機や、俗日本記などの文献に見える。 あたはやとの母性ではないかとされるようになった。また、宮崎県南部鹿児島県大隅地域の地下式横穴墓を、日向、大隅はやとの母性、薩摩半島北部の板石積石管墓を、薩摩はやとの母性として対応させる見解が、相次いで現れた。機内を中心に列島に、その支配権を拡大する大和朝廷と、それに属さない加害の民、はやという図式で描く。 この、はやとの墓の認識は、広く、一般にも受け入れられるようになっていった。しかし、1990年代になって、これらの地下式母性を、はやとに結びつける考え方は、果たして適切なのか、という疑問が、多くの研究者、特に、地元九州の研究者や学会から指摘されるようになった。文献上、確実に、 ハヤとという存在が実体をもって現れてくるのは、7世紀後半の天武朝以降の記述とされるが、縦石戸公募の存続時期は、確実に年代が判明する以降は、弥生時代中期後半で、最も新しい時期の南釣りが、浜井瀬稀でも弥生時代終末期であり、古墳時代以降まで存続する例は知られていない。かつこの地域では、立石のない土や土器の方が、 圧倒的に多い主要な母性であることが分かっており、縦石土公墓だけを取り上げて、あたはやとの墓とする妥当性は、極めて低くなっている。また、そもそも、はやとという存在自体が、七世紀末当時の律令政府により、大陸に習った、開始層に基づき政治的、恣意的に創出されたものであり、在来勢力や民族的な際によって生じた概念ではない、とする見解も、 有力になり、異民族、加害の民という異質性を強調した古代、南九州人の捉え方についても最高が迫られつつある。このような流れで、文献と考古学資料の安易な結びつけや、少なくとも、アスカ、奈良時代のハヤト概念を、縦石戸工房に波及させる考え方には、批判が強まっていき、1990年代末までには、早との母性論は、考古学、 文献史学両面から主たる学説とはみなされなくなった。2000年代以降の研究では、早トの母性論から脱却し、発掘調査によって得られた出土資料やデータを駆使し、より考古学的な方法で古墳時代の中での薩摩半島南端域の様相を再検討するという方向が示され、それにより古墳時代を通じて南九州社会が九州の他地域、 あるいは、機内政権と積極的に交流している様相が明らかにされるようになった。現在では、古墳時代は、前方後円墳に代表されるいわゆる、高塚古墳のみが存在するのではなく、土工墓などの他したような母性が存在するという視点に基づき、決して他の地域から孤立、隔絶した風土に生まれた得意な母性ではなく、 地域観光流の中で生まれた弥生時代、古墳時代社会の多様性を示す母性の一種である、という理解が有力になりつつある。また、近年の南釣りが、浜遺跡の成果により、この地域の遺体子を立てる行為は、土工墓だけではなく、土器官墓などに対しても行われていたことが明らかとなり、立石土工墓という名称自体への見直しも、検討されている。ありがとうございます。